参議院一陸とは、日本の参議院議員通常、選挙における定数二人、改選数一人の選挙区、改選議席が一人となるため、実質的な小選挙区である。二大政党制に近づくと、一陸は、第一与党と第一野党の二つの政党で、争われることが、比較的多くなる。そのため、地域政党を除くと中小政党の当選は稀で、 立候補も複数人区に比べると少ない傾向にある。大政党にとっては自党候補が数得で当選することは対立党候補の落選につながる。参議院選挙では地方区選挙における一陸の数が多いことから一陸の勝敗が選挙全体の鍵を握るとされている。55年体制以降では自由民主党が圧倒的に強く。 決闘から2019年までの22回の選挙で9割以上獲得が9回、8割以上獲得が12回、過半数獲得は20回に達し、過半数割れは2回に過ぎない。そのため、一陸で自民党が苦戦すると全体の結果にも直結することになる。自民党が 数得で過半数を取れなかった1989年参院選における日本社会党のマドンナ旋風、2007年参院選における民主党の民主旋風では、いずれも全体の選挙結果で参議院与野党逆転が起こっている。参議院選挙の地方区は都道府県単位が原則とされており、一陸は人口が少ない都道府県の選挙区に置かれるため、一陸は 地方と呼ばれるような地域に多く置かれている。また、地方区議員定数の関係から一票の格差の問題が発生し、参議院選挙地方区制は、都会よりも地方の意見が反映されやすい状況に拍車をかけている。参議院議員通常選挙が行われる年に、補欠選挙を行うべき自由が生じた場合は、定数二人の選挙区では六年任期の議員と三年任期の 議員の当選枠が二人の選挙区となるため、選挙時においては、厳密には、数得にならない。また複数人区における、補欠選挙で一人選出することになった、選挙区については、補欠選挙が特別な事情によって発生したため一人区とは、呼ばれない。百四十七年参院選では、半数回選ではなく全員選出の選挙のため、最低選出選挙区は二人区であり、 一陸は存在しなかった。最初の一陸は1947年8月11日に投票日となった滋賀県選挙区の補欠選挙である。通常選挙としては1950年参院選から一陸が始まっている。2016年度の選挙から鳥取県、島根県、高知県、徳島県が合区され、参議院合同選挙区となる。いずれも追加公認。 および議長、副議長のため党席離脱中の自党系無所属含む、勝敗の鍵握る、一陸や東京都で激突の構図鮮明に、朝日新聞、2019年7月4日、2020年12月25日閲覧、AB 第一次の一陸時代は1947年から1992年で、ある、自由党系の三名の見与党、 ありがとうございます。